SG 初輸出のチャンス到来です。大阪に6号艇の丸のたすき、 SG 初輸出は2年前のこのメモリアルでした。3対3で1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。あまり差がないスタートになっています。第10レース、その後は6艇それぞれに1枠の攻防を迎えます。1号艇ババが逃げて、さす2号艇の寺田、外から3号艇のハド、先頭は1号艇のババヨシアが逃げています。スタートは全艇正常でした。逃げた1号艇ババが先頭に立ちました。2番手は混戦、4号艇深谷、2号艇寺田、外から3号艇波動、さらには5号艇の大峰、2番手の旋回、まずはトップ1号艇ババ、続いて5号艇大峰の外を回して4号艇の深谷です。2番手は4号艇の深谷がわずかに前、追いすがる5号艇の大峰豊が、うん、ちょっとターンが今日は合ってなかったです。ちょっと心元なさがありましたね、はい、じゃあ調整が合っていない中での船足ってのはどうだったんですか。悪くはないですけど、はい、競ったらてんてんてんっていう感じですね。なるほど、はい、今回ね競ってないから不安だという話も昨日されてたんですが、はいはい、そのあたりじゃあ今後というところではもう合わせていく作業になりますか。そうですね、しっかりとちょっと合わせて、一番乗れるようにしたいなと思いますけどね。はい、それでは優勝戦に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、優勝戦乗れたので、優勝戦は目いっぱい、自分らしいレースできるように頑張ります。昨日は勝負掛けの陰線ものにしました。ここはキャブレター交換、大外は地元中の地元です。6号艇篠崎元氏、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。1コースから5コースまでがほとんど差のないスタートになっています。これから1番の攻防戦、逃げる1号艇の原田幸也、さす2号艇桑原、外から3番、5番とバック側、1号艇原田の内に2号艇の桑原が迫っています。1番、2番のトップ争い、スタートは全艇正常でした。1号艇原田対2号艇桑原、すぐ後ろには4号艇の西山がつけています。これから2番の旋回、パワー生かして先に回ろうと2号艇の桑原、4番との間を割って1号艇の原田、1番、2番のトップ争いは2号艇桑原のうち1号艇の原田幸也、粘りを見せています。わずかなリードは2号艇桑原、へさき入って1号艇の原田、3番手は5号艇の渦島が上がってきています。これから2周目1番の旋回、先に回っていくのは2号艇の桑原優、差しアンドル1号艇の原田幸也、先頭は2号艇の桑原、すぐ後ろに1号艇の原田、その後ろ3番手に5号艇の渦島。あの SG の輸出は久しぶりですよね。そうですね、もう記憶にございません。いやいや、今の気持ちいかがですか。いや、もう本当に嬉しいですね、はい、はい。まあ、今回エース機を手にしてやはりプレッシャーというのはあったんでしょうか。まあプレッシャーもありますけど、うん、まあ僕ごときがって最初思ってたんでね。いや、はい、でもこれは会心のレースだったんじゃないですか。もうこれはもう、はい、もういっぱいいっぱいです、はい、改めてエース機の力を教えてください。まあ、あの回った後はどんなペラにしてもそれなりに来てくれるんで、はいはい、そこは安心して、はい、本当レースだけ集中していきますね、はい、それでは明日の優勝戦に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日も精一杯いいレースできるように頑張ります。応援お願いします。5コースに江戸川鍛えて走りで福岡水面難なく攻略、5号艇石畑哲平、そして大里は長年住みどいの看板を背負っている6号艇松井茂、1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしていきました。ほとんど差のないスタートになっています。その後は1枠の攻防へ、逃げる1号艇の茂谷に対し、さす2号艇今垣、枠出なしは3号艇の宮地、先頭は1号艇茂谷のうち3号艇の宮地が届いています。1番、3番トップ争い、スタートは前提正常でした。逃げた1号艇茂谷を捉えたのは3号艇の宮地です。3番、1番、1番、3番のトップ争いで2番手の攻防、内側から先前は3号艇の宮地です。さしてくる1号艇の茂谷、狭いところをついてきた。3番、1番の激しいトップ争いの攻防は、前に出たのは3号艇の宮地元気です。かなり熱いレースになりましたね。はい、はい、ご自身で振り返っていかがですか。そうですね、お客さんが熱くなったかもしれないですけど、俺が多分一番熱いと思ってます、はい、この道中走ってる感じ、今日はどうだったんでしょうか。確実にこの辺の出足とか、
しっかり押してました、はい、それは今日調整がうまくいったということなんですかね。そうですね、粘って粘って最後に一旦して出足は良くなりました、はいはい、それでは下に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。そうですね、はい、みんな頑張ると思いますけど俺が勝ちです。はい、見てください、買ってください、お願いします。明日も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。